こんにちは。お元気でいらっしゃいますか？今日はいじめについて少しお話ししていきたいと思います。こんにちは。宝塚発達心理ラボの宝塚ラボ子です。今日はある特別支援学校の授業でいじめについて思うことという作文があった時のお話をさせていただきます。1時間近くかけて800字の原稿用紙を埋めていきました。その時の作文の話をします。文章は拙く、ひらがなが目立つ作文でしたけれども、内容が少しリアルだったのでちょっとご紹介させていただきます。〇〇したら良くないですというパターンでの記述が延々と続くものでした。そして文章の最後の最後に、自分が言われたりやられたりしたくないことはやっちゃダメ、悪いことは悪いことだから良くないと自分の言葉でしっかりと書かれていました。その子が友達にとても優しいのは、いじめはダメだという強い思いがあるからなんだなと思いました。で、この〇〇したら良くないという記述の羅列が結構リアルなものばかりで、これもしかしたら過去に体験したことなのかなとふと感じてしまったので、今日はそのお話をします。これが思い過ごしならいいのですが、で、今はとても元気でも大なり小なりからかいやいじめの経験がある子が多いのが特別支援の現場です。だから今はとても元気でも過去の経験の中で実はいろいろあるかもしれないという二次障害への予防の配慮は絶対に忘れてはいけない特別支援教育の軸だと思って付き合っています。で、この作文の内容がずっと心に引っかかり続けているというので、今日はそのことをお話しします。というのは、記述がとってもリアルなのです。これもしかしたら誰かにやられてたという懸念が消えていません。でも、もしやられていたとしても昔のことなので、今更もうどうしてあげようもないのですが、でもずっと気になっています。今からその内容をご紹介しますが、結構リアルなので、もし飛ばされる方は早送りしてみてください。では行きます。人の頭を叩いたり、人の頭を蹴ったり、踏んだり、押したり、首を絞めたり、ノートや教科書に落書きをしたり、人のものを取って落としたり、なくしたり、壊したりするのがいけないです。殴るのも良くないです。ハサミやカッターで人を傷つけたり、人の髪の毛を切ったり、人のものを隠したりするのも良くないです。毎回こういうふうに800字にわたってこういうことをしたらいけないという具体的な記述が延々と書かれていました。もしその子がされていないとしても、もしそういうことをされていた子がクラスにいたのであれば、それはそれで大問題です。日本の学校制度のクラスという単位での生活は子どもなりに気を使います。出過ぎても叩かれるし、おとなしすぎれば舐められます。いつも周りを見て自分のポジションを確認しています。子どもたちに決してストレスがないわけではありません。そして子どもはピュアで純粋というのは半分は当たっていますけれども、半分は幻想です。結構大人と一緒で残酷な面も持っています。そんな中で学校職員や担任の責任は重大です。どうして学級崩壊がダメか、これは単に学力がゆっくりになるというだけじゃなくて、学級崩壊したクラスというのは取り締まる警察のいない弱肉強食のような社会になるからです。そんな中でいじめは普通に起こります。子どもを守るために考えなければいけない課題がこの作文からたくさん見えてくると思います。今日はいじめ、過去のトラウマへの配慮は特別支援教育に絶対不可欠というテーマでお話ししました。子どもを守るために何をしていかなければならないかというのは私たちの課題でもあります。これからも考え続けていきたいと思います。長い間お聞きくださりありがとうございました。それではごきげんよう。さようなら。